先生、ちょっと今日は先生の一日のスケジュール、なんかどういった感じで過ごされてるのか、お聞きしたいんですけど。スケジュールね、クリニックは10時から診療なので、だいたい9時ぐらいにはクリニックに。で、でも9時45分から朝礼をして、そこからもうつまんないよ、10時から、普通にもう6時ぐらいまでずっとオペしたり、カウンセリングしたり。1日で何件ぐらいオペしたんですか？それはまあ人によるよね。顔の脂肪菌とかあったらすぐ終わるから何件でもできるけど、例えば胸を大きくするとか、全身の脂肪菌するとかだとそんなに人数はできないけどね。でも昼飯はもう食べない。食べないです。食べない、最近は。そうなんですか？うん。もう諦めた。あ、もう食べる暇がないですか？だし、もうそういう風にしてた方がもう分かりやすくていい。あ、なるほど、うん、だそれこそ皆さんが差し入れしてくれてるクッキーとか、はい、チョコとかをなんかちょいちょいつまむ感じ。あ、うん、夜とかどうされるんですか？夜とかめっちゃ早いよ。おじいちゃんじゃねえかぐらいの生活してるから。何時ぐらいに？だからもう7時に終わったら帰って、だいたいお酒とか飲んじゃって10時ぐらいに寝ちゃってるね。だから朝起きるのも本当結構毎日4時とか、今日も4時だし。早いですね。だから結局友達とお酒飲みに行く時もあるじゃん、はい、そういう時もやっぱ夜12時になったらもう帰るもんね。絶対眠くなっちゃいますね。眠くなっちゃうし次の日もあるし。まあそうです、ね、結局でもね9時からだから1時に寝てもかなり寝れるじゃん、はい、結構おじいちゃんみたいな生活してるかもしれない。わかりました、ありがとうございます。